はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。いきなりですがスポーツ報知の見出しを紹介します。玉川徹氏、モーニングショーで自らのコメントを謝罪、不適切だったと思います、すみません、だって。先週金曜日の令和4年9月9日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでのことです。前日に自民党の茂木敏充幹事長が発表した自民党所属の国会議員と旧統一教会との接点が多かったことを番組では盛大に批判しておりました。その流れで皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは次のように唇を尖らせていたと記事より紹介します。あまり知らないで何でもいいから電報を打つ、付き合うみたいなことだったらどうするんですか。そこにファン社会勢力がいたらどうするんですか。そこに北朝鮮の人たちが作っている団体、そういう風なのいたらどうするんですかと、これ実際にはもっと長いお話をされておりました。その長いお話というのはこの記事の後も続き、経済安全保障の立法が検討されている中、中国とかの団体と語っていたので安全保障すら視野に入れたお話だと理解するのが一般的です。安全保障という視点に立った時に北朝鮮というキーワード、さほどの違和感はありません。ところがこの発言を番組の結びに次のように謝罪しておりました。先ほど自民党の国会議員と団体という関係という私のコメントで、反社会的勢力と北朝鮮に関わる団体ということで2つ並べて話しちゃったんですけど、北朝鮮に関わる団体というのは、国会議員は正常な国交を持たない国の団体との関係について慎重にならなければいけないという意味で言ったんですけど、これ並べて話したので同列だっていうふうに受け取られかねないので不適切だったと思います、すみませんでした、と頭をペコリと下げておりました。謝罪のポイントは反社会的勢力と北朝鮮に関わる団体を並べて、これを話したことだとあるんですが、先に触れたように経済安全保障の法律を引き合いに出して中国のお話もされております。テレビ朝日社員さんの謝罪的なみたいなっぽいコメントの中には、国会議員は正常な国交を持たない国の団体との関係について慎重にならなければいけないとありますが、すると台湾はどうなってしまうんでしょうか。日本とは形式的な外交関係を持たない中華民国、すなわち台湾、これらを重ね合わせた時にぷっくらと浮かび上がってくるのが北朝鮮です。つまり北朝鮮の関係者から抗議があったからごめんなさいと一応謝罪したんではないかなという舞台裏を推測することができるということです。実はこのテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーという番組、意外に思われるかもしれませんが、公的なルートから抗議された時には驚くほどあっさりと謝罪をします。関西の観光地に風評被害が出かねない口から出まかせのデマを言った時、この自治体の首長が抗議の声を上げたら、その口から出まかせのデマ的な話をした勤続30年のベテラン社員ではなく当時新入社員だった女性アナウンサーながら番組の中で謝罪をしております。また新型コロコロ、この番組的に言うニュータイプのいわゆる第1波の時、ゴールデンウィーク期間中前後をして、東京都の公的機関が PCR 検査における土日の対応について、これまた口から出まかせのような話をしていたんですが、都議会議員を筆頭に抗議の声が上がると、取材メモを読み違えたなんつってね、いささか論点をずらしながらも訂正しておりました。一方、現在高橋陽一チャンネルの快進撃が止まらない元内閣官房参与にして数量政策学者の天才高橋陽一先生が、安倍政権時代いわゆるさざ波発言などを受けて公金を受けている人物がなんておっしゃったのがテレビ朝日の社員さん。ただ高橋陽一先生、いわゆる公金の受け取りを辞退しております。これを表明しております。だからこれまた口から出まかせなんですが、この時については謝罪も訂正もしておりません。つまりテレビ朝日のモーニングショーという番組は公的な機関やそれに準ずる組織からの声に対してのみ聞く力を発揮するようです。ただし本件においては仮に北から抗議があったとしても、これ一定以上その抗議する必要性はあると私は考えます。当該の問題発言というのは北朝鮮の人たちが作っている団体だったんです。それは出身地域やルーツに基づく区別
で、これは世界基準でというか日本国内でも差別、差別に完全に接続しちゃうんです。私は旧統一教会ももちろん北朝鮮という国家も擁護なんかこれっぽっちもする気はありませんが、差別には反対の立場です。そして当該発言というのは本質的なところの訂正ではなく、並べて話したところが不適切だったという論理のすり替えなんです。でもこれまたモーニングショーのいつもの手口やり口なんです。一例を挙げれば、今もってちらつかせる国民全員 PCR 検査の PCR 検査心理教です。これも唐突に司会を務める羽鳥慎一さんが、社員さんは1億何千万人とは言ってませんよねと、まるで言った言わない、そのキーワードを言った言わないという水掛け論に持ち込む、それがテレビ朝日のモーニングショーという番組の手口なんです。そして先の問題発言にしても、番組を見ていればネタ振りに過ぎないことは明らかでした。本丸は自民党の点検からの安倍元総理叩き、平たく言えば安倍側です。なお、この安倍元総理も旧統一教会との関係を点検しろという話、旧統一教会騒動をめぐっては一躍時の人となりました、ジャーナリストの鈴木エイトさん。彼も TBS 昼帯や読売テレビミヤネ屋で主張しております。しかしこれは死体蹴りであって無理ゲーなんです。まず死体蹴りというのは対戦格闘ゲームから生まれたとされ、決着がもうついているにもその後もポカスカジャンとやる鬼畜行為だと IT メディアは説明します。続く無理ゲーというのは難易度が高く攻略するのこれできないんじゃないかなというゲームのことを指したんですが、今は不可能な要求をするされることも無理ゲーと呼びます。さて、安倍元総理を点検するのが無理ゲーであるのはまさに点検にあるんです。自民党が一貫して点検と繰り返しているのは、これ調査とした瞬間に信じる宗教の告白を求める、すなわち信仰の告白で、これ思想弾圧になっちゃうんです。だからテレビ朝日の社員さんやジャーナリストの鈴木エイトさんなんかが主張する、まあ、点検ではなく調査をしろ、その調査がそもそも論での無理ゲーなんです。もちろん安倍元総理がご存命であり自主的に点検されることは、それはもうご自身の自由です。しかし今そんなことできません。安倍元総理は点検もできず自民党として調査もできない、しかしそれを理由に疑惑は深まったと繰り返しているニュースやワイドショーがやらかしていることはまさに死体蹴りなんです。生前は盛りかけにより悪魔の証明を求められ、不機の旅に出られてからは無理ゲーの上の死体蹴りです。近頃のテレビを見ているとこんな言葉が浮かんで頭から離れなくなってしまいます。てめえらの血は何色だ、てめえらの血は何色だ。はい、こちらはダダ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 ホワターでおなじみの漫画北斗の拳の主要キャラクター、なんと水長拳の使い手のレイの有名なセリフです。レイは極悪非道を前にしててめえらの血は何色だと尋ねます。白がこう言ってます。多分赤まあ一般的にヘモグロビンの赤でしょうね。さて、赤色といえば気になる話題よ。モーニングショーが謝罪的なみたいなっぽいことをした9月9日、スマートフラッシュが伝えていたんでその見出しを紹介します。山上容疑者安倍氏銃撃事件がスピード映画化、監督は元日本赤軍のメンバー、なんと国葬当日に公開へ。足立監督という方で、どうやらご自身もダブルコーテーション付きのテロリストとして国際手配もされたことがある人物のようです。関係者によると犯人に寄り添った内容になるとかで、その状況を記事より紹介します。若松プロダクションの関係者は、関東大震災でブラック差別などを描く森達也監督の映画福田村事件の現場にちょうど集結しているところ、そのため足立さんや関係者はスタッフや子役を SNS などで独自に募集していました。ライブハウスロフトを運営する平野優さんがエグゼクティブプロデューサーを務め、上映もロフトで行われるようです。さらに記事は、国家に対するリベンジだなんてね、足立監督が語ったと伝えております。ライブハウスロフトといえば、かつて元祖電脳アイドルにして
恐竜戦隊ジューレンジャーのプテラレンジャーとして一世を風靡されて、現在は言論人としてもご活躍中の千葉玲子さん。彼女の出演を拒否した、いわゆるこんな人たちです。そんな場所で国際手配された映画監督の作品が上映されようが何しようが、その上映をあげめろ、あ、間違えた、やめろなんてそんな野暮は言いはしません。しかしこの一連の流れから、やはりニュースやワイドショーへの疑惑が、チュドカーン。わざわざ国葬儀の日に合わせてイベントを仕掛け、精神的勝利をするのも、それもまた内心の自由の話です。一方、時事通信の次の記事は不気味です。容疑者に支援金100万円超え、事件正当化に指揮者継承、安倍氏銃撃から2ヶ月。犯人を応援する声、そしてお金が集まっているというんです。立憲民主党の安倍智子議員の街頭演説の様子を、ツイッター名、深田誠さんが手短にまとめてツイートしてくれていたんで、そちら紹介します。安倍智子議員、この国の民主主義を壊してきたことの結果の責めを、安倍総理は逆に、それゆえに一身に背負うこととなり、銃撃かっこ暗殺をされていったことだと思う。ツイートが拡散され、安倍智子議員はご自身で釈明なのかなというツイートをしておりました。私の立場は安倍元総理への銃撃を一切擁護するものではありません。暴力で誰かを抹殺しようとすることも許されません。長年の政治と統一教会の関係が安倍元総理へのこうした蛮行を生み出したことを政治と政治家がしっかり検証すべきと思います。戦後政治と旧統一教会、勝共連合との関係は解明が必要。え？釈明になっておりません。むしろ発言を追認しているんです。ざっくりと言えば、安倍元総理が凶弾に倒れたのは自業自得だ。普通の日本語の理解で読み解けばこうなってしまいます。釈明したようでいて本質においては変わっていない、テレビ朝日モーニングショーにおける謝罪的なるものと同じ構造です。それはこういうことかもしれません。電信柱が高いのも郵便ポストが赤、赤いのもみんな安倍が安倍のせいだーず。だからね、いつもとにかく安倍が、あれなんか最近見ないけど、あ、じゃあ旧統一教会、安倍が、いつも心の中に安倍がいないのね。あ、バレちゃった。と、冗談はともかく。モーニングショーが謝罪した日の夜の BS フジテレビのプライムニュースには、高井康之弁護士がご出演なされていて、その時の発言をツイッター名知事連盟さんが手短にまとめてくれておりましたので、そちらを紹介します。一部の政党、勢力、マスコミは被害者を救済して統一教会の実態を明らかにして国家社会のために寄与しようと思っているのではなく、うまく利用して反自民、反安倍、反憲法改正、大切なので繰り返します、反自民、反安倍、反憲法改正をやり遂げようという政治的キャンペーン、このまま続いたら日本は全体主義国家になってしまう。この発言の全体はまさにニーメラーのケークです。民主主義において最も大切なことは内心の自由と主張する人もおります。そして内心の自由が認められているからこそ自由な商売ができるんです。だからか今テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーからスポンサーの皆さんが消えたやったーとなっていると伝えられております。今我々の民主主義が試されている、そんな気がする今日この頃でございます。一人ぐらいの社会からの排除ならば、二人ならどうでしょうか。五人ならば、十人ならば、百人ならば、自由は戦い続け守り続けなければいともたやすく全体主義者に踏みにじられてしまいます。今名もなき国民一人一人が微力ながらもネットを通じてつながることができます。そしてこれは大きな力となります。というわけでみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。こちらメルマガ版月曜日から金曜日までのレギュラー放送の内容をさらに深掘りしてテキストで番組の配信前にお届けしております。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
な外交安倍晋三完全消滅説というものが何にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。ニヤちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、ピシッ、クロスカウンターか、やるな、何者だ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんでチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V サイン。それでは本当のバイバイ。